さあどうだ、ライトへ上がって、この打球が入りました、ホームラン、貴重な先制点はタイガース。5番に入っている糸原、菅野のボールを捉えた、ゲームが動きました。1対0、菅野智之から先制点を取ったのは糸原、前キャプテンがタイガースに流れを呼び込む貴重な一本を放ちました。さあ河合さん、動きましたね。意外な人のホームランでしたね。交代をお知らせいたします。レフトサンズに代わりまして、島田、6番レフト島田、背番号53。糸原のホームランでタイガースが1点を先制しました。7回の表です。